ツイート。サイコパス常森茜役花澤香菜です。ちょっとトーガリーンっていうね状態に今アニメはなっておりますよ。みんなドヨドヨってしたんじゃないですか、あのラストシーンで。私も映像を見た時、どうなっちゃうのこれはと思ったんですけど、まあ次回を皆さんお楽しみにっていうか見守っていてくださいな。あ、そうそう、あとこの間ね、1月27日ですか、サイコパスのイベント、ブルーレイかのなんか買ってくれた方へのイベントを関さんと桜井さんと3人で、やらせていただきまして、来てくれたみんなありがとう。いやー、とってもフリーダムななんかね、サイコパスについて話しているはずだったんですけど、なんかどんどん話題がなくなってきて、いや、あのね、ネタバレがね結構難しかったんですよね。なので、あの、それを考えつつやっていたら、なんか時間が余ってしまってですね、人生相談になりまして私のね、そう、あの、人見知りをどうにかして直したいみたいなことを言ったら、他のお二方も、あ、僕人見知りだからみたいになっちゃってあの、人間オンオフあっていいじゃないっていう結論に至りまして、はい、そんな自由なイベントでした。またね、あの、サイコパスファンの皆様に、お会いできる機会があるよね、きっとね。なんかもう発表されてたかもしれないね。なんかその時まで、また楽しみにしておりますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあメッセージの方紹介していきましょう。このコーナーではリスナー潜在班から届いた小さな罪の懺悔を私が優しく取り締まっていきたいと思います。ラジオネーム姫香さんからいただきました。ありがとうございます。花澤さん、聞いてください。何？私が最近起こした罪は、友達と遊ぶ約束をした時刻から2時間も遅刻したことです。しかも友達には部活で遅れたと嘘をついたことです。過去本当は寝坊なのに。あー、なるほどね。これから寝坊しないように優しく執行してください。なるほど、寝坊はね、もう仕方ないよね、人間だもの。寝ちゃったものはしょうがないとして、あれですよ、お詫びが大事ですよね。あ、これで許してくださいっつってなんかこう、なんだろうな、お友達が女の子だったら甘いものかなんかをあげたらね、それで結構チャラリになったりしますからね。でも何回もやってちゃいけませんね。はい、まあ、というわけで、ラジオネーム姫香さん、お詫びが大事、バキュン。はい、叱ったのかどうか分かりませんが、そうね、嘘はいけないね。でもね、うん、なんか正直に、いや、ほんと寝坊しちゃってごめんねって言った方が、まだなんか自分の気持ち的にも楽だしね。はい、まあそんな感じで、じゃあ続いていきましょうかね。ラジオネーム、自分の犯罪係数は何歩か気になるさんからいただきました。ほほ、気になるけどさね、いざ測ってみて、おお、やばいってなったらちょっとどうしようか考えちゃうよね。まあというわけで、体重計で久々に自分の体重を測ってみました。おお、恐る恐る見てみると、なんと 2.5 キロ太ってたんです。そこでダイエットを始めたんですが、これくらいいっか、いけるだろうなどと自分に甘く食べてしまいます。そんな私を優しく取り締まってください。はあ、これは女子かな、女子っぽいね、私って言ってるしね。いや、でもね、どうよ、世の男性はさ、ぷよぷよしてた方がいいんでしょ。あ、うんうんって言う男性二人しかここから見えないけど、うんうんって言ってるから、やっぱそうなんだね。でもね、女の子はね、あの、なんだろう、女優さんとかモデルさんみたいな、あの体型にね、憧れるわけですよ。この服ね、あれ、あの体型だったら似合うんだろうなとかね、いろいろあるわけですけど、でもね、実際ね、男の子はね、二の腕とかがぷよぷよしてた方がね、ね、ちょっとめくったお腹が、あの、ふよってしていた方がね、いいんじゃないかと。ね。私もちょっと、私の中の親父がね、そうも言っておりますからね。はい。じゃあまあ、ラジオネーム、自分の犯罪係数は何歩か気になるさん、ぷよぷよしなさい。はい。これはですね、いいよ、2.5 キロぐらいね、あんまり変わらないしね。うん。
まあちょっと減らすのがね難しいんだけどね。食事制限もねあんまりやりすぎると体にも良くないので、まあ運動しながら痩せられるのが一番いいですかね。うん、まあでもそんなぷよぷよな自分を許しつつ、一緒に生きていきましょう。私もぷよぷよなんだ。はい、というわけで、引き続きこのコーナーでは皆さんが犯してしまった小さな罪を懺悔するメッセージお待ちしております。ということで、常森茜役の花澤香菜でした。バイバイ。